んか、愛ちゃん、あれやな、自分が早起きした時だけ偉そうに電話してくんな、最初。違います。偉俺そう。は早起きして待ってんのに、お前はな遅刻してなんや、みたいな。そんなことも僕は一言も言ってないですね。お互い様じゃないですか。なんか偉そうに。お互い様でいいじゃないですか、お互い様で。よし。お互い様はい、でいいんじゃ今ないですか。日は、2024年の8月に何日？今日何日か8月な？の26ですけど。8月26日の朝7時でございますと。朝7時です。もう朝7時から、あれですよ。ルームですよ。俺もう眠くて仕方ない。だって起きたら6時半ですもんね、普通に俺。今日も物好きの皆さん、こんにちはと。そうですね。物好きの皆さん、どうもこんにちは。今日も天国の話ですか。最近またあれやな、順調になんか変わった人が見る人増えてきたから、変わった人ばっかり。最近ちょっとスタイル変えて、ショート動画を、要は YouTube にアップしようかなと思って、Facebook のね、客層は、ちょっと違うので、ちょっとショート動画を見せようかなという感じに僕は思って。どうや、このまっちゃん動画の、これまあ2年ぐらい続けてきたけど、客層、曲相層当変やろ。変ですね。変っていうか、まあでもいいんじゃないですか、変な方が。いや、それはでもすごく最近気づいたのは、客層も何もやっぱり自分が本当に好きなお客さんで固めた方がいいなとは思いますけどね。有料のクローズドのチャンネルでもない、無料のオープンのチャンネルやねんけどな、なんか変な人しかおらんっていう。変な人っていうか、そもそも入り口の段階で変なことしか僕ら話してないし、男2人だし、女の子いないし、多分それもあると思うんですよね。ああ、今日は、ほんと、あれやな、また、まあ、毎年のごとく、恒例のように台風が迫ってますけど、そう台です風情ね。報が。台風すごいらしいですね。すごいなーと見てとて。いうことで、まっちゃんは昨日マリーナ行って、またしっかりロープくぐって、12本ぐらいロープ縛ってきたからな。そんなにですか。もう今回の相当すごい台風やと思ってるんでね。ちょっと南風が結構きついと思うから、しっかり縛ってきた。今回そんなすごい、28でしたっけ？だから水曜日ぐらいがピーク違うか？火曜日の夜。水曜日ぐらいかな？まあ四国が。火曜日の夜ぐらいかな、ピークかな。そんなすごいんだ。まあ、ほんで、いつの間にかな、地震煽ってたメディアも何も言わんようになったしな。あれ、何やったんや、あれ、みたいな。一体。え？もうメディアって何？みたいな。信用しない方がいいんじゃないですかね、やっぱりね。で、で、最近のニュースちゃんと調べましたよ、AI 君に頑張ってもらって。それ共有しますわ。やべえ、カレンダーを共有しろって。頑張って AI 君に調べてもらえたんですね。これ、カレンダーじゃないんだ、こっちなんだ。最近すごい面白い AI が出てきましたね、またね。それで、それのやつをお見せするんですけど。何？面白い AI がね、出てきてね、それをね。これなんですけどね。面白いその回答ニュースっていうのがございまして、それをお見せしますけど、まあ大体方向性的にですね、6個くらいありますね。こちらですね、経済状況っていうところが。何これ、地球のニュースを始めてるわけか、もう今。そうですね、はい、わかりました。タイとかですね、タイですね。タイで、連合の37歳のやつが、になりましたとか。ノルウェー銀行、中央銀行が金利を据え置き、しばらくは現行水準を保護する示しましたとかね。こういうフィリピン中央銀行は0.25の利下げを実施し、年内の追加緩和を実現するとかね。国際関係はですね、ウクライナ情勢に関して、ウクライナ、大統領顧問が、2023年のノルドストリームバカへの関与を否定したとか、そういうニュース、戦争だったりとか、またシステムで動いてる内容とか、動いてるぐらいな内容が、AI 君からは読み取りましたけど、いかがでしょうか？まっちゃんから見て。何？まっちゃんから見ていかがでしょうか？こういうニュースが。あなたはどう思うの？僕、愛好自身はですね、私自身はですね、相変わらず戦争を起こしてですね、お金を取ろうというですね、姿勢が、見えるのかなというのと、金融がボロボロになっていくのかなという解釈を、
見てますけど、それで正しいものなのかどうかは分かりません。これ中東イスラエル、俺ずっと言ってるやんか、前回、前々回から。最終決戦、ほんまの最終決戦始まるぞって言って。で、それが始まってるんですよ。だから今日俺、今日何時起きたの？今日俺、朝4時、4時、え？ 4 時前に起きて、ちょっと先までアルジャジーラずっと見ててんけどな。まあ、西側というか、日本でもそれがメディアでは全くというか、ほとんど報道せへんけど、もうイスラエル、えらいことになってんぞ、ほんまに、今。レバノン南部、要はヒズボラですよ。もうえらいことになってるぞ、もう本当に。ほんまの最終決戦やぞ、もうこれ。そうなんですね。もうだからイラン出てくるってずっと言ってるやんか、俺。だから。もう実際イランとの戦いですよ、ヒズボラ真正面からやってんねんから、今、レバノンでな。うん。だからもう言ったやんか、イスラエル掃討作戦始める準備してますよ、と。言ったやろ、これ。もうロシアも準備始めたし、トルコも準備始めてるんですよ。もうだから始まってますよ。うん。始まってますね。こう、西側メディアほとんどやらんか全然わからんけど、すごいことになってるぞ、今。ほんまに。じゃあ、あんまりやってないだけなんですね。もう正面衝突ですよ。ほぼ全面戦争に近いですよ、もう。うん。だから、これはもう予言の通り成就しますと。はい。ままあ、す。これはだから金儲けと金儲けじゃないとか、そういう話じゃないぞ。イスラエルという象徴をぶっ壊すってことですからな。その要はバベルのちょっとちゃうわ、何やったっけ。第三神殿やないけど。この象徴ですよ。近代の、この要は、ロスチャイルドの金の支配みたいな、あれの象徴みたいなもんですよ、これ、イスラエルっていうのは。うん。偽ユダヤやな。だから、いつも言ってる商人の世界ですよ。だから、これ、ぶっ壊すと。ぶっ壊すと、なる だ最終決戦ですよ。で、この間なんか俺、イギリスのビル・ゲイツって言われてた IT 野郎みたいなやつおったやろ、何やったっけ、あいつ。あいつのヨット沈んだって。IT やろうと言われても、それはわからないです、それは。いや、富豪ですよ、富豪。富豪でございますか。あと、証券会社のなんか CEO なんかも一緒に乗ってた、あのヨット沈められた。決められた。もうな、だから、もうああいうのが片っ端からダメですよ、みたいな。ダメですよというより、もうそういう時代じゃありませんと。そういう時代はもう終古い。わってますと。いう終わった。象徴をどんどんどんどですよ。ん。うん、で、まあさっき言った愛ちゃんが言ったその金融ぶっ壊、いや、ドルだよな、これ。まず。これはさ、大詰め。で、それに同時にロバート・ケネディ・ジュニアか。ロバート F ・ケネディ・ジュニアか。まあ、あの人、大統領選からね、まあ、に立てへんということで、まあ、なんていうかな、ちょっと遠慮したけど、もうすごいこと言ってるぞ。もうトランプが出てきた暁には全部暴露したると。ケネディ、おじさんの暗殺の件もな、全部暴露するんやと。だから、まあ、大詰めというよりもう終わったな、もう。いや、もうだからもう暴露するしかいけない状態になったっだてかいう。ら、あと FRB もあれでしょ？あのパウエルさんな。もう観念したからな、先週。とうとう。もうダメですと。ほんまにダメなんですと。利下げしますよと。もう無理ですと。もうこれ。いやー、すごいぞ。これアメリカ。これ今回のドルはほんま冗談抜きで。もう失業率相当なことになっていくぞ、これ。ほんと。今でも4.3とか4.5あるけど。俺、失業率20%で済まんと思うと、アメリカ、今回は。で、中国も利下げとともに大崩壊始まってるから。なんか日本だけはまだ今から利上げしようかどうしようかな、みたいな。だからな。ああ、どうなんやろう。いやー、まあ、経済的な部分の話でいくと、まあ、世界で一番傷が浅いのが日本違うか、ほんまに。唯一。日本は平和ですよね、なんかね。うん、傷も浅けりゃ治安もむちゃくちゃなことにならんと俺い常や、にでもさ、思う。本当日本の治安いいよね。多分日本こんが、なにいいの。世界全部見たら一番まともっちゃうから、ほんま。よそひどいの、ほんまも変化しねえしさ、みんなさ、ゆっくりなんだろうな、そのデモもそんなしねえしさ、で、そんな平然と物事動くしさ、
なんなの日本すごいよね、まあ、本当に。ドイツもフランスもひどいことになってきたからな。だからまあ、これイスラエルという象徴がぶっ壊れるってことですから、もうその要はもう、本当に本当のその、ね、西暦というもののもう終わりっていう感じですわな。象徴ですよ。もう言うことないですよ、今の話で。で、まあな、FRB がほんまに関連したってことになってきたんでね。だから、日本に入ってくんねやろな、経済的に言うと金は、やっぱ。あ、流れ込んでくるんやろな、これな。やっぱりまだな。どん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 。だから日本だけ株もどっぽだかっていうこともあり得ると思うと。唯一。日本に逃げてきてるとね。世界で唯一日本だけ株高いと。ただ、ドル一回やめるという誤算になった時には一緒に引っ張られるけどな。でもなんかすごいもう仕向けられてるように株の大暴落も一部で出てるじゃないですか。で、なんか青白王子って知ってます？何？青白王子って知ってます？まっちゃん。何やそれ、青汁王子って。青白王子っていうね、そのタレントさんみたいな人が言うんですよ、YouTube 漫で。才師か。いや、万が一なんて金持ちの子なんですけど、その人なんて株で大暴落して、お金なくなりましたって言ってます。ああ、これシステムに踊らされてるなってのがあるんです。この間の下げか？ブラックマンデーみたいな下げか？あれでやられたんか？それはあれだから俺がいつも言ってるやん。現物で買ってたら大したことないって言ってるやん、別に。置いとくだんなら。からみんな仮信想用で買うから信用で、借金して、レバレッジかけて、ほんで、追い証払えって来るわけよ、そうなると。ほんなら、損切りして処分せなしゃあないのあれやんか。それでだから大暴落しちゃって、だいたい20何億ぐらいのものになっちゃったっていうね。溶かした。で、YouTube でもやってて話題になってましたよね。ええやん、別に、所詮金の話やから、そんなもん。どうだって。どうだって話よ、そんなもん。あんなもんに上がった下がって言うと喜んでるのが間違ってるんですよ。まあね。だから信用問題であるよりやっぱ現物、金持ちはちゃんと現物でね、物をやっていっそう、てもら現物で長期投資です。ん。現物で10年、ね、10年それ以上寝かすつもりでな、うん。やってりゃそんな大怪我はせんよ。まあ、それで大怪我してなくなったらもうしゃあないなと。その程度でいいんですよ、別に。所詮金の話やから、別に。あろうがなかろうが、どっやっちでもぱな。り物事長期で、もう10年パンプで、スタンプで物事を見た方が、お金の投資の部分にとってはいいってことですよね。そういうことですよね。10年、20年ですな。20年なんだ。20年なの。不動産なんかは20年、30年で見で、れまっるちし。ゃんがさ、今不動産でいろいろとやってるじゃないですか。やられてるじゃないですか。やっぱり20年ぐらいを見てるんですか、やっぱり。10年から20年で見てるな。そうなんだ。勉強になるな。じゃあ僕もこれからお金稼いで投資するときになったら20年ぐらい見ないとダメだね。もうそんな時代古いよ。え、もう終わり。終わんもうの？終わり、終わり。今からじゃあさ、その投資するんだったら何ですか、逆に言だから、養殖業とか、農業とかな。農業なんだ、投資は今。そう、農業とか養殖業とか畜産業とか。そういうもんですよ。確かに自まあ、あとは小さい。分のマイブランドをやってる、自分でお米をさ、自分で作っちゃったら、今雇って作ってもらって、じゃ自分のお米で食べたいですね。だってお米今不足じゃない、お米不足じゃないですか、今結構。どこだ行っかたら、マネー、お金をそこに投下して何もせんと寝とっても何かっていうような考え方はもう古いぞ。もうないから、そんな。そこにマネーを投下してな、労力、自分の手と足使って頭と。で、みんなと手をつなぎ合、手を取り合って何か生産すると。そうね。なんか、そしそういうたら、ことですなんか、やっからぱりね。食い物を生産した方が勝ちだ食べな。物とかエネルギーですよ。勝ちとか負けじゃないんですよ。その発想もあなた古いんですよ。古いですか？はい。人々を幸せにするというのが大前提。皆さんを幸せになる、幸せにそう。させる技術そをこが提元になかったら何やってもうまいこといかんと、この先間違いなく。供。確かに、みんながハッピーになるようなことをやっていく。そう。だから生産者も、で、その自然もな。自いわ然もハッゆる、なんだピー。ろうな、言葉は違うかもしれない。三方よしみたいなもんだよね、やっぱり自いや、然。そこに今までは生産者と買い手と客、こことあと何やったっけ、業者。が良ければよしってなってたでしょ。三方このの方次の時代のテーマは自然もハッピーになってもらわよ。ない。四方よしか。四方とか。両方よしぐらい。五方よし。確かに、いろんなものを味方につけないといけなくなってくるってこと。自然も喜ぶ。で、例えば、あと水みたいなもんな。水も喜確かに。ぶ。それってさ、逆行してるよね。要は、世の中はデジタル社会がどんどん AI とかもさ、
逆行してるけど、結局のところ、やっぱりそれが逆行して求めてるのは、そっちの方をみんな求めるんだもんね。そうなんです。だから、まあ、自然の中でも一番不思議なもんで、やっぱり水なんですよ。水ですか。水って不思議なもんなんですよ、あれ、本当にね。で、そうん、命の水は命の水だけど、なんであれがあるのかみたいな。の、水がね、で、なんで凍らして氷は沈まないのみたいな、浮くのみたいなんとかな。ほんで、熱したら、温度100度以上だったら空気になるわけでしょ、あれ。あんな不思議なもんないぞ。なるほどね。だからまあ、うち、これ診療所の話やけど、来週か、水のセミナーっていうのをやんねんな。ああ、ウォーターセミナーですか。いいっすまあ、ね。俺はやらんけどな。俺はやらんけどな。うちのスタッフが。奥様がやるんじゃないですか、いや、もう。違う違う、スタッフがな。そうなんだ。おも順ろ番に俺が、まあまあ、これとこれとこれ、これをタイトルにしなさいっていうので決めてるのは水。まあ、今回第一弾は水ね。で、その次、来月は、10月は、次の子は土。土。ああ、で、その次の子は何やったっけ？神。神様、神様。うん。で、水、その土、次の神様。次、その次の次、翌月は、違う子は次、魂。魂。うん。これを入れ替わり、立ち替わりで、私だと今月水ですとかな。私はおもろ次、い、おもろ魂。いことやる病院っすね。いいんですセね。ミナーというか、体験会な。だから土なんかは農家に行ったりな。面白いよね。面白いことやりやすますね。またまっちゃんのところね。う相変ん。わらず。テーマ、何が一番面白いんです大か？事な水と土な。それとあと神様と魂な。水の土がないと作物は育たないし、作物も神様に向かって伸びていくわけじゃないですか。そう考えると理屈は通ってんですよね。その言ってることはね。この4つをテーマにしてるんですよ、これから打っていく。もう一回言って、水と土と神神様、様と、あと何？魂。魂。そうやってさ、なんか、作物が育っていって、なんか、その作物を食べるっていうイメージじゃないですか。だからそれを魂込めるのは人間ですわ。魂は人間の仕事なんですよ。だから、それ循環してるから、でもさ、なんか足りなくねえか、それって。なんか、だってただ土でしょ、水でしょ、あと、神様でしょ、命でしょ、あとなんか足りない気がするけど、なんだ。まあそういうテーマでやってるんですね。で、まあそれ動画、またセミナーの動画撮って、これにな、ちょこっと気に入り会社にアップしてもらうけどな、俺のチャンネルでもな。それと、まあこの、それは有料販売するんでしょ？何がセミナーは？無料そうそう、なの？有料でね、参加してもらうんですよ。じゃあ、有料販売しないと、ちゃんと有料のフォーマット作ってやらないといけないんじゃそう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 。まあ、それやってね。でね、ないの？でも儲かるよね。こういうのを実体験でやっていくんですよ。要あ、は、実体験するんだ。農家さんと、農家さんに協力してもらって体験したりな。でも新しいビジネスモデルじゃん。ビジネスじゃないんですよ。もうそうじゃなくて、そこが重要になるんですよ。コミュニティが。うん、では、俺の船使うとかな。で、あと、漁師に協力お願いして、漁業体験するとか。まあ、寺小屋的な、わらしべっていう、寺小屋的なものをちょっと作ってねえよな。今、そこでそういうことやると。でね、まあ、その時には、このチャンネルでもな、まあ、どういう形になるんかわからんけど、参加者募集して、一緒に体験しようと。俺が言ってたでしょ、ずっと、の。前言ってた体験会でしょ？そういうやつをこれからやっていこうかなと。いいじゃないですか。全然、その方が、親和性もあるし、ね、いろんなものつながるから、どうして、スタッフさんからなんか僕のところに、Facebook 申請が来るはずだ。なんでだろうと思ってびっくりしちゃったけど。なるほどまあ、ね。そういう感じなんですよ。いいじだゃないから、結局俺が今までいつも言ってるような、例えば今は診療所の話でしょ、言ったのは。でもそれ、ある意味枠飛び越えてるでしょ、言ってんの。そうですやっね。てることは。でもそれビジネスでもないわけでしょ。そうだでね。も一番大事な要なところはみんなで体験してもらわんといかんよね、みたいな。結構重要なとこ、これから見ると、なんかね、重要なところだよなと思いますよね。こういうことなんです、俺が言ってるの。これが行動ですからな。うん、ある意味ね。で、この輪がどん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 開がっていって、一つの形になっていやっく。ぱり結局なところは、心だよねと思うよ、最終的には。まっちゃん意外と仕事してるやろ、してないように見えしてて。ますね。全くしてない、ただの暇人の富裕層だと思ってましたけど、全然仕 事全してな然違うやろ。い。ち違いゃますんと考えてんのよ、こういうこね。ちゃんと。と一応ね、先読みしてますよ、されてますよね。実動舞台ちゃうけどな、俺は。だからこういうテーマを決めて、こうしなさい、こうしなさい、行きましょうっていうのは俺が決めん仕事、と、完全に仕事してますよね。どうにもならんわけよ。完全に今の話聞いてて、仕事してるよなと思って。あれ？と思って、あれ、なんか、まっちゃんなんか、
この間みたいに適当に外行って外で撮影してるあんな、と思う動画もあっなたことない、なことない、なことない。り、ちゃんとしてる動画今が。日も朝4時前から起きてアルジャジーラ見て勉強してるからな、ちゃんと。ねえ、でもさ、そニュの、ースは仕入れてるから。いいニュース、その、取れないよ、よく、まあ、それは好きなんだろうね、わっちゃんね、本当に。何？違ニュースを仕入れるのが好きなんだろうね、うよ、これやってるか、これやってなかったら俺のもう見んのめんどくさいから。これやらなあかんから、ちょっと見とかんと、どうなってんのか今、ちょっと見とかんとなと思って。これ結構よく撮ってるじゃないですか、じゃあ、こだからこれね、見てる人、俺、抽象的な話しかせえんけど、は最先端のニュースしか言ってないから、俺もう。大きな流れやで。い。細かい。だから、見る人は本当にそれを分かってきてるんですか？細かい、あいつがどうした、こっちがどうした、バイデンがどうしたとか、そんな話、もうバイデンなんて名前も出てけんいいじゃないですか。え、かでら、ももうそもさ、そも。今のね、僕ね、その、Facebook のね、あ、いやいや、今のね、YouTube がね、最上だと思います。本当に見てる人だと思いますよ。最近ちょっと YouTube の投稿の仕方も変えましたし、Facebook の投稿の仕方もちょっと変えたんで、今は多分本当に友達しか見てないはずなんで。はい、まあそういうことでございますと。まあだからそういうこか、今言ったような軸ですな、俺が言った水とか土とか神とか魂ね。まっちゃん、話ちょっとね、一回それは置いといて、一つね、まっちゃんにね、聞きたいんですけど、手大丈夫ですか？で、治り早いね、もうすごい早く治った、もう。本当にあれはグロすぎて、ちょっと Facebook にアップします、僕しなかったんですけど、しろって言われましたけど、あえてしてなかったんですけどね。あそう、れ、船がエンジン修理してたらな、バシャって上から落ちてきてな、鉄が。そうだよ、だからすごい腫れてる、あれ、上からこう感じになポンってなっちゃったんですか？そう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 。そうなんだ。鉄に挟まれた。うわ、痛っでももう復活したからな。本当ですか。まあ、俺の、やっぱ、早いな。あれはさすがにね、ちょっとグロテスクすぎて良くないから、Facebook にアップしませんでしたけど。夜早く寝てるし、朝早く起きてるし、健康なもんしか食べてへんから、一日一やっぱ食りやね、し。早寝早起き、健康な、誰かが作ったものをきちっと食べいや、て、俺が作ってるんだけどな。俺が作って、俺が食べてる。まっちゃんのね、まっちゃん、本当に自然と生きてますからね、本当に野生で、今度ちょっとみんなで料理作るやつやりたいな、なんかいや、な、大料き理。なやっぱりね、あのね、もつ鍋とか食べたいですね、いもや、つそれは、鍋。あれは料理違うから。あ、そう。あれは料理とは言えんよ。あれは料理違あれう。は料理やな、そうです。料理というのは、例えばもうスパイスから自分らで作るとかな。なるほどね。我々のどうしても近代の生活って、スパイスは買ってくるやろ、スーパーで。あれいう元から、香草とか薬草とか葉っぱとかな。植物からスパイスごと作るとかな。ああいうそこからですよ、料理っていうのは。俺そんなことしないけどな。めんどくさいから。そういうもんですから、本来は。なるほどね。おもろいな、まっちゃんってな。卵は自分で産むとかな。まあ、それは無理やけどな。無理な、それは無理だけど、まあ、誰かに産んでもらうことはできるでしょ 誰か私、卵産みますって言うておったら、ちょっと手挙げてくれた。れ、ニワトリくんしか卵生まれない気がするけどね。で、今日のテーマ何やったっけ？今日のテーマ、何やったっけって自分で言っといて忘れてるんです何か？やったっけな、自分で俺。俺に対して、また新時代に向けての準備ですな。もうこれもう一回同じやけど、まあちょっと言葉変えてやから、まあ俺こういう話が好きだからな、やっぱな。でもね、依存しない生き方がテーマになります。自分の理想を自分で構築、依存しないっていうのは、その通りなんですよ。依存しないっていうのは。で、やっぱり僕もね、だいぶ思うんですけど、昔、本当に、その2年前もそうですけど、その、前回というか、1年前ぐらいかな、その話したと思うんですよ。多分、依存の話ってね。で、僕もだいぶいろいろやってるんですけど、やっぱり、自分が責任持つようになるとですね、うまくいくんですよ、やっぱり。これは、僕の実体験でございます。本当に、抽象的で言葉になってませんけど、やっぱりね、依存するとですね、その人に頼っちゃうので、うまく物事回らなくなっちゃうんですよね。逆にですね、依存しない方がですね、なぜかですね、向こうが勝手に来るっていう法則はありますよ。っていうのは思うんですけど、どう思います？いや、もうな、いつもの話やからな、もう毎回最近も、これ2年ぐらいやり続けてきたら、毎回の動画は復習みたいな話になって、同じことばっかり毎回やってる。じゃないんですよ。多分僕が少し進化してるから内容変わってるはずですよ。だから結局、ほら、いわゆる前言ってたように、
あ、僕自身の、ある意味コンサルみたいな感じにしてくれてるみたいな感覚を公開コンサルしてるみたいなもんになってるじゃないですか、これって。だから、逆に僕の成長がある意味、2年前に比べると全然変わってるから、思考が。多分、切り口は変わってるはずなんですよね。ただ、ずっと見てくれてる人もいると思っていて、まあ、それすごく僕は感謝してるんですけど、その部分では、やっぱりその、依存って、やっぱり自分が弱いから、それを補おうとするのかなっていうのは最近気づいてるんですよ。まあ、じゃあどう思います？まあ、ある意味なすりつけみたいな部分もあったあ、りすそうるそうね。そうそう、だから、本当に弱いじゃないですけど、人間ってまあ確かに弱い部分があるんですけど、その弱い部分を相手に対してなすりつけて、相手に、要は、お願い頼ってしまう。まあ、夫婦まあ、でそれもあはるんです人よ。だけじゃなしに社会構造とかな、そういうそうものにで対しての依存っていうのもあったりな。だすね。そうからそう、ね。だから結局、夫婦でもそうだし、社会構造にとっての依存もそうだし、気頼がる。悪いとか役所が悪いとか岸田が悪いとかね。そう、他人の責任にしやすぐね。要は、何かあった、トラブルあった時には相手の責任になっちゃう。でも、結局は自分の責任じゃないですか。全部自分がやらかしたことだし、結局、投票しに行ってないっていう行動すら、異動にしてるのと同じだから、やっぱりそこなのかなっていうのは最近すごく気づいてるんですよね。まあ、だから引き受けないということですからな、結局はな、自分で全てをな。だから自分は自分しか行動できないわけじゃないですか。自分が自分しか動けないわけだから。だから、そういう意味だと、俺、さきちゃんいるじゃないですか、娘さんの。さきちゃんの本もそうですけど、すごい彼女って、依存しないよね、あんまりね。ここはね。いやー、まあまあ、それはそういうところはあるけど、まあ、それでも、まだ未成年なんで、所詮、あまちゃん。それはね、ただ、僕から見るとね、も要がいてるっていうところらへんちゃうか。は、もがいてるのはそうなんだけど、でも、アマちゃんでも、学校辞めてさ、まあ、親に頼ってるのかもしれないけど、それでも頑張って生きようとしてるのは、ね、異動はしてねえなと思って、要は、僕であればね、言い方悪いこと言いますよ。絶対怒られるんですけど、一般的には。まっちゃんもさ、前も言ったかもしれないけど、まっちゃん自身も、奥様も、それなりに金は持ってるじゃないですか。そうすると、僕であれば、子供としては、親に甘えて依存しちゃって、そのままぬくぬく、要は、なんとか、なんだか、もなん、とりあえずやっていければなんとかなるなっていう感覚があるんですけど、それを彼女はさ、要は嫌だって言ってやめてさ、苦しいいや、茨。嫌だじゃないよ。俺が嫌だって言ってんのよ。1円もやらんぞって。ああ、いや、違う違う、茨の道行ってるじゃん、ちゃんと。いやいや、まあ、1円もやらんぞって言って、ちゃんと面倒見てあげてるじゃねえかよ、そいつ。たまにな。でしょ？そこ た親まにや、たまだよ。に。それは親でしょ。それは父親そとの代わり仕事さすけどな。まあまあ、でもそれは当たり前だけど、でも、ちゃんと親としてはやってるじゃないですか。だから、いや、なんか話がずれていってるけど。依存だからいいんだよ、今。まあ、だからな。だから？まあ、ほんとこれからっていうかな、もう依存し、その要は、なんちゅうかな、もうちょっと大きなところの話でいくとな、確かなレールの上っちゅうのがないわけよ。もうないんですよ、本当に。ないね。な昔いのよ、ほんま。の、大人が引いたレールとかないや、い大人じゃなしに国が引いたレールとかがなね。ないのよ、もね。もうレールは崩壊されてるね。う。ということはな、自分でレール引かなあかんのですよ。むしろ自分でレールを作る側ですね。いや、作らんとあかんのよ。ダメですね。自分の道ぐらい自分で作れると思いますね、メンバーで集めも、て本当はそれが当たり前なんですよ。どう理屈で考えたってやつ。まあ、どう理屈的に人生は自分でレールをね、作るっだていうから面白いわけでしょ？か。だからね、楽しいんですけどね。そうどうでしょう？3本ぐらいレール用意して、さあ、どれにしようか思ってな。あみだくじにみたいに言ったら、ああ、レール途中でなくなった、また引き戻して、もう一回こっちからやり直すとかな。だから、その正解のない時代なんでな、もうこれ先は。正しいものも、何もかも。自分で作る、引くしかないんですよ。そうでしょ？だから、依存もクソも何もみたいな。そんなもの全くどうしようもないことになると、そんなことやったら。そうですね。だから自分でもレールというか、はしごをかけていかなあかんわな。ちょっとずつ登っていくためのな。まあそうだね、自分でちゃんと建築をさせないといけないしね、自分の人生ぐらい自分で決めないといけないけど、なかなか自分の人生をね、決められない人、まだまだいますよね、大人になってもね。
そのテーマの方が面白いな、今日はな。なんかね、今の。なかな自か分でで自も、分の人生決めれませんみ決めたいな。られないのと、みんなやっぱりね、怖がるよね。自分の人生をね、積むのをね。ああ、これ毎回と同じテーマやから、また面白いな。何を怖がってんのかっていうのをちょっと一そ回、う思ゆかりちゃうんよに聞きね。たいわ。だから、何なん、その根源は。根源は怖がってるっていうのは自分の自信とかプライドなんですよ。今回、僕改めてね、その7でっていうか、7毎日自分の人生を語るみたいな、そういう、なんか、ことをちょっとある経験があって、やってみたんですよ。で、過去の自分の5年前とかの自分を分析したんですよ。そしたら、結果的に出たのは、プライドだったりとか、自分の自信のなさ。要は、変にプライド高いし、自分が、ああだこうだって言って、なんだろう、認めたくない心と、あと、それに対して失敗を恐れてる恐怖とか、そういったもので、なかなか決められないことが多いみたいで。自分自身ですけどね。プライドって何？え？プライドって何な、そプれ。ライドって、なんだろう、見え方、見られ方、見え方。今の自分の弱々な自分を見られるのが嫌だとかっていう、プライド。要は、あれですよね、人にどう見られるかってことやな、それ。なんでそんなもん気にすんの？いやいや、それ気にしてたんですよ。なんでかっていうと、わかんないんですけど、やっぱりそう、今は？今はどうでもいいよ。今で、は、どうなった？え？で、どうなった？どうでもいいようになった。金稼ぎ、やっぱ金っていうのが幸せになったよ。だいぶ楽になったよ。で、いや、なんだろう。昔ってもともと僕自身の過去が、いわゆる学校全く行ってなくて、5年間行ってなくて、学歴コンプレックスがあったから、それは、その負けたいってところがコンプレックスで、要は、頑張って思いで、プライドが、要プはあっライドっていう話でいこうか、今日はな、面白いた。から。はっきり言うとくぞ。あなたのことなんか誰も気にしてませんからね。そうなのよ。そうなの。なんだけど、自分では、でもね、まっちゃんね、それ言われると、あなたのプライドなんかいや、誰も気にしてない。そうなんだけどさ、まっちゃんさ、一つさ、ちょっと訂正させてほしいんだけど、結局、まっちゃん前言ってたように、世の中で自分中心で動いてるっておっしゃってましたよね。俺が調子やで。だよね。そう考えると、自分の中心でわがままにプライド持っちゃうのに理屈って合わないですか？そうなりません？なんか、自分が中心になってやってるってことは、自分中心だからわがままになってプライド持つっていう人間にもなりません？プライドないもん、俺。まあね。それわがままというわけでもないぞ。まあ、傍から見たらわがままに見えてるもでもさ、逆にさ、プライドを作る構造になってない？社会の構造って。例えば、プライドを持たせるような構造ってな、社だ会。から俺、そのストラクチャーから出てるもだからそうだよね。でもさ、それってなってるって認識でいいよね。僕、そう、なってなっる、てるなっと思てる、ってなるってる、なっのよ。てる。で、なってるよね。だって多少、だって学歴がそうやもん。やっぱりそうか。偏差値がそうやもん。あの争い事が、競争がそうやもん。競争がいわゆるプライベートのそう。だよね。だから今までの社会、どっちかというと勉強できる子が偉い。成績の優秀な子が偉い。で、例えばスポーツも何やったっけ？競い合わせるわけでしょ？いろんな意味で。だから特殊なの競争の中で勝ち上がった子が優秀？偉いってなってるわけでしいや、ょ？偉くないのにね、全然ね。全然違う話やねんけど、ほんまは。でもそれを勝手に思い込んでる競争社会の中で育ってきた、学校の中で。そうだよね、そういうことだよね。あ、よかった、なんそか。んなおかしな話はありえないよ。いやー、まったくもう、本当それ思ってさ、やばいよねーと思ったんですよ。そんな競争勝ち残ったやつだけがな、世の中の一線におったら冷たい世の中になるぞ、それ。だからね、負けたことないやつらやから。本当になんか、天それ狗がの、すごく、東大の官僚みたいな、東大での。いる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 い
僕は完璧なんで、で。何やったっけ話。いや、プライドと何やったっけね、邪魔してんのは。プライベート地震とかそういったものです地震のなさも関係ないでしょ、別に全然そんなの。とか、うん、関係ないと思うぞ。うん、全く。でもね、本当に世の中見通してると、本当に前に進めない人が多いっていうのは、そのやっぱり僕の5年前の自分に問いかけたところ、プライドと自信のなさだよ。やっぱり。もうそれと、あとはあれでしょうな。執着があるんですよ。ああ、もうこの動画では俺何回かテーマにしてあげてるけどな。やっぱ執着があるから捨てきれない。あるけど、要は、それをなくなったらどうしようっていう恐怖ね。そう。それってだから言ってるのは俺執着っていうのは依存なんですよ。依だから。存だよね。
ね、栄光もそうだよね、過去の栄光もね。何々を実ちゃんって言えば過去の栄光で言うと、次でスーパースターになりました。俺は偉いんだっていうのがもうプライドだからね。ないからどうだっていいやといどうでう。もいいんですよ。そうなんだよね。そうだね。でもさ、それは俺じ本ゃ当ないに、人ですからみたいな。そう。今の。今の。前の人やからみたいそう。本当におもろいよね、と。な。だからやっぱ翔ちゃんちゃうか。だから、マネー的なもんも、で、物質的なもんも、で、人間関係的なもんとか、夫婦的なもんとか、家族的なもん、いろんなもんひっくるめて会社もな。やっぱ執着はあるんですよ。でね、わざわざ、俺いつも毎回動画で言ってるけど、わざわざ捨てる必要はないけど、それがこう、別になくなったとて、どうにでもなるという意志というか、心というか、準備というか、そういう自信を持ってる人間で、かっこええと思うと、俺。ね、何だ、ほんとだかっこから、いいよね。勉強ができるから自信あるとかな。スポーツができる、オリンピックできたから自信あるかとかな。そういう根拠のある自信ってあるやん、根拠。過去の栄光のもとになってる自信。こんなもん崩れるの早いから、はっきり言っとくけど。時代が変わりゃ。時代が変わりゃ、それ不要になるんで。だから大事なのは根拠のない自信なんですよ。なんか根拠ないけど自信あるって。まあ、なんとかなるでしょうと、根拠もそうないんそう、だけそれど、それ。まあ、なんとかなるし、世界取れるでしょうと思うのが大事なんそう。だだから、農家のおばあちゃん、俺はおばあちゃん、昔の。よね。今のじゃないし、昔の腰曲がったおばあちゃんとって、腰。昔のな、百姓のおばあちゃん、みんな腰曲がっとったんですよ。ずーっとこうしゃがんでやってるからな。下、もう歩くときなんかこう下向いてるあれおばあちゃんでおったよ、昔は。今、少なかったけど。な、ああいうおばあちゃん、昔はな、まあ、どうにかなるわって言っとったよ、いつも。まあ、どうにかなると。まあ、お天道さんがどうにかしてくれると。それですよ。やっぱりそうっすよまた変ね。な話ができない、今日も。ね、本当に、変な方向に行っていきましたけど、まあ、プライドとはそうね、そうね。だから、動けないっていうかな、殻破れない人にとって、結論はどうにかなると思えと言われたってね、みたいな。どうやろ、愛ちゃん、それ。ね。画面の向こうで言ったらな、そんなこと言ったって、お前、みたいな。まあそうね。だから結局は、まっちゃんが特殊すぎっていうのもあるんだけど、やっぱり自分を知ることが大事だよねとは思うけどね。結局のところ、自要分の本当の心の奥を知るっていうのは大事ですよ。は、だから要は自分と対話を続けるしかなくて、しかないな。そう、対話ともう一個僕がやったのは、失敗をするってことです、やっぱり。人間って失敗しないと成長しないじゃないですか。なんとも、ほら、失敗すると、まっちゃんおっしゃってるじゃん。必ず失敗はするよと。失敗しないやつはいないよっていうおっしゃってるじゃないですか。やっぱり失敗が先なんですよね。見えてくる世界ってね。そう。それはすごく思いますね。はい。猿も木から落ちるな。そう。だから結局、まあまあっていう精神で、要は常に謙虚で、低姿勢で、いつつ、天狗にならないでやんないといけないんだけど、人間っていうのは天狗になりやすい生き物だから、そこは気をつけないといけないなっていうのは思いまなす。んで天狗なの？なんででしょうね。なんででしょうね。なんでだなんと思いで？ます、まっちゃんは逆に。いや、知らんわ、そんな。俺も知らんすけど、なんで天狗になるんでしょうね。なっちゃうんでしょうね。いや、優位に立ちたいっていう意識が強いんちゃうか？ああ、優位に対しては、他者と比較して。最低だなって自分で言ってるけど、そう。他者と比較して優位に立ったつもりになって勝ち誇ってる自分みたいな。あ、それはすげえ格好悪いじゃないですか。岸田みたいにな。いや、格好悪いですね。それはさすがに格好悪いんだけど、格好悪いことをやってしまう人間は多いんだろうな、結局。官僚なんてそんなやつばっかだから、やそろ。れってすごく思うんですけど、昔の自分のやっぱり積み上げてきたものを、が正しいと思ってしまってるんでしょうね。と思い込んでんやろな、多分。だから相手に対してそれを落ち着けちゃうから、そこに対してエラーが出るんでしょうね、多分ね。まあ、でもその感覚持ってる人って、なんかつまらんやろな、人生な。いや、つまんないと思うし、つなかまならんと思前、うぞ。結局せ、あの、ほら、なんだろうな、毎回人間のパターンを分析してやってる人もいるじゃないですか。要は、こう、販売拘束だったりとか、そういう。でも、それ、うまくはいくんだと思うんだけど、人生論としてはつまんないでしょうね。だから、うまくいくとかいかないじゃなしに、なあ、なんちゅうてんかな。言ってください。だから、
本当の自分のうちの声と、自分の本当の声を聞いたら、そういうところにはいかんはずなんやけどな。もし本当に自分のうちなる声を聞いてて、そこへ行ってるとっていうのは相当汚れてんねやろな、多分もう。汚れてんじゃなくて、そこで美味しい思いをしたからじゃないの？なんか知らんけど、外と戦ってるくせに、自分のうちとは戦うんかな、みんな。いや、本当に戦うべきは自それ分のうはちくらいやね、からな。自分とうちで戦わないのはね、それはね、自分自信がないからだよ。だから要は人間で全員、だ全人類が弱い人間なんだよ。だからお互い助け合わないといけないわけなんだけど、それを拒む人もいるから、なんで拒むかっていうと、やっぱりそれは助け合うっていうのはまあ大前提やけどな。ただ助けるに値せへん人っていうのおんのよ。現実。本当に。でもな、それが依存してる人なんですよ。でかいじゃん。依存してる人っていうのは助けるに値せへん人なんですよ。でね、勘違いしてんねんけどな、みんなな。誰でも彼でも助け合うっていうわけじゃないんですよ。これね、こっから新しい時代のテーマになってる自立ですからな、この先は。俺がいつも何回も何十回も言ってる、自分で立つと自分で律するっていうのがテーマになってるんです。これ地球のテーマなんですよ。プーチンも言ってるようにな。で、この自立した者同士が助け合うっていう世の中ですからな、これ。国の付き合いもそうなるんですよ。で、民衆の人間もそうなるんですよ。自立してない者同士では、なんていうかな、ぶら下がる人じゃ困るってことなんですよ。それは助けるに値しない人ですから。自立した者同士が手を組まんとどうにもならんってことですから。プーチンが毎回同じこと言ってますよ。そういう話ですから、これテーマですよ、地球の。そういうことでしょ？わかるでしょ？だから依存するなって言ってる。自立した個性を持った者同士が、ね、何かをこう助け合ってやっていかんとどうしようもないですよ。私もご飯ください、わわ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 わって言われても困るわけよ。そういう話ですから、いかがでしょう間違ってないと思います。か。神妙な顔してるけど。考えてるんですよ。考えてるんと、なんか、言葉が出ねえなと、まあ、その通りですぎて、跳ね返りがないんですよ。そんなね、助け合うっていう、そんな綺麗事の話じゃないんですよ。綺麗事のように聞こえてるけど、違うんですよ、全然。自立した者同士が手を組むネットワークですからね。そうじゃない人は放っていかれますよ。ぶら下がって、あわわわわわわってやってる人は。私にもご飯くださいって言ってる人はね。そういうことですかね、話は。わかる？それの相乗効果ってことやから。依存した人がそこにぶら下がってたら今までの時代ですよ。役人とか。あの世界ですよ。ぶら下がってる世界ですよ。あんなもうどうにもならんのよ。自分の考えを持って、自分の意思を持って、で、自分のできることをやっていく人じゃないと。それが得意性っていうかな、特性ですから、その人の。そうでしょ？あとは前例踏襲。今までがこうでしたから、つきましては今後もこれじゃないと飽きません、みたいな人は、まあ、もうどうしようもないですよ。それこそ、アイちゃんの好きな AI の仕事よ。まあ前ね。例踏襲は AI の仕事ですからな。そうわかるでしょ？データの蓄積やから。人間に、勝てんと AI には、データの蓄積は。でも人間の仕事っていうのは毎回言ってるように、新しいものを切り開く力やから、前例のないものを作るのが人間やから。そういう人ばっかりの塊、チャレンジャーっていうかな。わかる？お前、毎回の話やからみんなわかってるんじゃん。もう同じことやから、毎回言ってんの。まあ、分かってますね。だからもう、なんかもう、それなんか僕自身でも結論がある程度出てて、そう。だからもう、質問するのがないなと思って。チャレンジャーというか、大胆というか、でもな、そそうこにね。は、そういうことをやっていける人ってな、綺麗な心がなかったら無理なんですよ、それ。ある意味真っ白な心。キャンパス、真っ白なキャンパスに何でも描くぜっていう準備ができてる人。じゃないと、なかなかそういうところは出てこれないですよね、やっぱ。そういう話になってくる。で、そういうところに人の意識というか、エネルギーが集まってくる時代になりますよ。そういう綺麗なもののところに人が集まってくるんですよ。それがまた相乗効果を生むと。ドロドロのところにはドロドロのものが 集まってるみたいな。火の海地獄 みたいな感じちゃうか。足引っ張り合ってる。それも二極化になるぞ。なるね、多分ね。そういう話です。今日もええ話できたぞって思いいってると思うぞ、みんな。話。
いや、今日は本質をついての話でしょうね、よ多く、そう、よく見えてます、私も、みたいな。なんか横から出てきたけど。分。いや、長男くんが鼻ね、くそほじくっとったけどね、今。長男くんがね、横にね、今日ら、10時から、最近ね、小学校今、夏休み中だから、そうやな、もうちょっと終わりやけどな。もうちょっと終わりだから、今、そういう学校保育みたいな、そういうところから、ね、迎えが10時に来る。それは家なんです。まあそういう話なんですよ。それがもう始まるんですよ。うん、もう始まってんねんけど、もうもろ始まるんです。うん、目に見えてな。うん、だから、一回すべてがジエンドって終わった後にな。そうだね。エンドで終わったジと。エンドで終わるわけよ、一回。いはい、や、こでんなことも、ない。毎回でも変わんないけど、面白いですよね、この話はね、本当に。そう。だから、今までの映画はな、この西暦始まってから2000年の映画っていうのは、この最後、幕閉じるときに、第一次世界大戦も第二次世界大戦もそうやし、で、まあ、いろんな、ニクソンショックもそうやったけど、最後、幕閉じるとき、to be continue、何やね、また続くみたいな。横思いすぎて俺にもいわかんない。やいや、また続く、また続きの、次に続くコンみたいティニューな、ね。はコンいはいはい。ティニューな、インフィニになってティ。たわけよ。はいはい。な、今回の映画は、ジエンドで終わるからな、もう、最ジ後エに。ンドみたいな。ジエン先ド。がありますみたいな。もう続きなしみたいだからな。先がないわけだから、自分自身に核を持てってことだよね。自分の中に武器を作れ、自分の中に核を作って、それで、自立をしろっていうことですよね。そう、今までのはまた続くってなってたんですよ、2000年間な。もう今うん。回はジエンドやから、もうこれ先ないんで、もう自分で作れってことですか？もう勝手にしてくれってことやから。でもその勝手にしてくれってなった時には、ロスチャイルドの金もなけりゃ、信用できるものも公開してるんで。そうやろ？軸は自然でしょうから、それ。うん。神様と自然しかないと思うぞ、俺は。うん。そういう話になるんでしょうな。うん。絶対なるでしょうね。最高やな、これ。こんな最高なことあんのかと。でも、やっとでもね、その、なんだろう、なんかに支配されないで自分が自由に動ける世の中っていうのはいいでしょうね。そう。今まではなんかに支配されちゃってる部分があったけど、今はそれをなくても自分でも生活できるようになったっていうのはすごく幸運なことだよね、やっうん、まあ、なったというか、なる環境を自ら作っていかなかな、みんなが。ぱり。うん、作れうん、るし、できるはずやから。作れるし、それで、要は健康体でいられるんだったら最高の人生ですよね。そう、だからめんどくさいことを役所とか銀行とか言ってくるけどな、俺もいまだにめんどくさいことばかり言われるけど、まあ、それはそれで今、まあ、完分対処しつつな、いつでもやめたんぞ、こんなもん、みたいな。あ、ルールですからね。一い応や、ルールルールがは、いや、ルールって、俺、ルールが正しいとは思ってないけどな。ない。めまあまあ、んどくそうさないんこだと、けど、めめんんどどくくさいこさといやんらだしけやがっど、た。ただルールはルールで生きていく中にはしょうがないし、みんいなが。やいや、だからそう半分ですよ。半分もないな、3割。3割は言うこと聞いたってるけど、まあ7割は見とけよと。俺も準備万端やな、お前らと。楽しいわ。うん、そういう感じがええんちゃうか？いいんじゃないですか。うん。だからそのまあ、本当ね、簡単なんでね、みんなね、準備始めましょうということやと思うよな。そうですね。準備始めていき簡まし単なょことやからな、準備するのな。うん。水があって食べ物あったりだけやからな。うん。う。簡単ですか。これほどええ時代はないぞ、愛ちゃん。はい、頑張っていきましょう。はい。今日短すぎるな、これ。いや、短すぎるなって、でもそれなりに1位が話してますからね。タイトル何これ。タイトルは、いわゆる、前回ええタイトルついとったぞ、なんか。あ、本当ですか？俺おう。つけたタイトルですけど。おう、なかなかやるなと思ったな。初めてちゃうか？今までやってきた中で。あ、そうですか。うん。やっぱいや、り俺、初めてちゃうか？俺だいぶ成長したんじゃないですか。初めてやと思うぞ。やっとええタイトルつけるようになったなと。で、こうやって褒めるとまたろくでもないことなんねんけど。天狗になっちゃうんですから、天狗になっちゃうんですからね。まあ、ほんと、しがらみがどん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 消えていくんで。でも、あれじゃないですか。やっぱり生き方じゃないですか。もう生き方うん。についてはだから要は生き方の方程式だと思いますよ、これは、本当に。要は、結局は組み合わせじゃないですか。要は、自分の心と状況と全部組み合わせて、自分でプライドなくして、リミッター外せれば自由になりますよ、と。まあ自分で切り開くってことなんでね。あだとからね。ね、これうん。ね、法律的に分かんないことは分かんないって言うべきなんだけど、みんな分かんないってこと言わないよね。うん。でね、本当に人間って変わってんなと思うんですよ。
結構みんなプライド高いから、わかんないことをわかんないって言わないですよ、みんな。それダああ、メそう。だなと思います。そう。で、僕結構わかんないことはわかんないってよく言ってるんですけど、なんかバカにされたくないっていうか、こいつこんなこと知らないのっていうふうに思われたくなるのかわかんないんですけど、みん そんなな、のどうでもええやろ。どうでもいいじゃんと思うじゃないか。わかんないのはしょうがないんだから、わかんないから教えてくれって言った方がいいのに関わらず、みんなね、わかんないのと聞いてこないよ。これはね、すごくね、コンサルやってても感じるよ。1年間頑張りますってやるんですけど、まあ、まず聞いてこないんですよ。もう。聞くは時の恥、聞かぬは一生の恥って言ってな。そう、そう。俺ね、それ何度も言ってんだけど、聞いてこないし、いや、聞いちゃ悪いと思ってます。いやいや、いや、聞けよ、と。いや、違うよ、それ、愛ちゃんは分かってんと思ってんのじゃん。こいつに聞いても無理やと思ってるじゃん。に聞いても、それないと思いますけどね。単純にそれは自分が切羽詰まってて、例えばお金稼ぎたいからお金優先しちゃうとかそういうところで、問題的にお金稼ぐのも何だろうとメンタルが全てじゃないですか。まあ、そやからな、過去の、前例とかな、で、経験則とかな、な、で、さっきの相手の言うたプライドな、果ては。こんなもん全部一回捨てなあかんときは来るんですよ、もうすぐ。要は、一からやり直すという素直な心で言ったら、何度でも道は広がりますよ。うん。それを過去のことの引き続きの延長線上で何とかしようと思ったら、俺、うまいこといかんと思うと、今回は。もう一回全部一からやり直しやと。いう楽しむ心、さあ、一からやり直しましょうという、まあ、このエンたターの、テインメントですからね、ものそう、ね。エンタメ、エンタエンメ、タメですから。エンタメ、エエンタメが、エンンタタメメが、なんですよ、すいません。人生はエンタメなんだけど、そのエンタメを皆さん間違った解釈をしている人が多いかな。そうなんですよ。自分、エンタメのストーリーを国に任せてる。自分、だから前言ってた、すごい昔、僕が腑に落ちた時に、一番最初に言ってたのは、映画のフィルムだって言ってるわけですよ。まあ、だから、そうそう。過去のフィルムをこうやって切り崩していって、前に持ってって、後ろに持ってって、それは自分の人生だから、それやればいいんだよっていうのは、僕、いまだに覚えてますからね。それはすごく僕も印象的で、結局のところ人生のフィルムをうまく自分でカスタマイズすればいいじゃないっていうふうにそう、おっしゃっどうせやったらおもろいの作れよ、自分でたんです。だから自分が自分の前通りの面白い通り作ればいいじゃん。自分で作って、自分で作ってるくせにな、おもろない、おもろないっていう人がおるのよ。結お局、前が作ってんのやろ、そう思お前がプロデューサーだろ、自分だろうがって思う。マイプロデューサーなのに、なんでお前らはプロデューサーになんねんだよ、と。それなんでこんは、な不、なんでこんな不思議なことが起こるの？それはしょうがない。いや、それこそ認めたくないからですよ。あと、いや、だ自から。分の、過去の、だから、過去の自分に会うのが嫌なんですよ。結局、過去のダメダメな自分を正面に向き合うことをみんなしたがらないんですけど、まっちゃんは、例えばまっちゃんがなんでできるかっていうと、自分の目の前のことを見れるやじゃないですか。だから、要はいいわけだと僕は思いう。や、俺、まあ、過去のこと、たまに見ることはあるけど、自分を。愛おしいぞ。なんてか。だから、みんな、愛おしいって言えないから苦しんでるんで、自分。俺、ちょっと、愛おしいぞ、かわいいな、みたいな。可愛いなーってのは、その領域に行ってるから可愛いなって思えるわけじゃないですか。でも、そほとうやろんな。どの人は、その領域に行ってないし、逆に言ったら、行こうと思ってても、行けないから苦しんでるんでしょ？だから、何かに依存しちゃうんじゃだないからか。素直になれって言ってるやろ、俺みたいに。だから、もう、素直、これは毎回同じだから、あれ、埒が明かないけど、素方直って。法は素直になるしかないぞ、でもほんまに、一言ああ、で。そうだから、素直な人ほど勝てるよ、絶対。絶対、勝てるよ。無勝てるよ。敵やぞ、素直っそれて。は素直のが無敵で、素直のが馬鹿しても可愛がってもらえるよ。それは実体験であるよ。いや、無敵よ、なんでか言ったのか。何があっても自分の心痛まんもん、素直すぎて。何にもないから。何が、そんな無敵なんやろ。やむことない。おっしゃる通りでございます。全くその通りでございます。まあだからほんまにな、じゃな、毎回の話じゃないけど、どうせ作るんやからな、自分で映画を。面白い映画作れよと。そうだね。つまらん映画自分で作って文句言う自な分と。の映画を作れよと、それがクリエイティブだ果と。てはな、果てはその映画のをな、なんで人に作らせねん。そんなおかしな話あるかと。いいこと言った。まっちゃん、いいこと言った。ありこれえんやろ、そ名れ。言ですよ。人に作らせるのは自分で作るってことだよね、マイストーリーはね。あ、これいいこと言った。いいまとめです。では、これで終わりましょう。テーマ、その感じで、じゃあ、自分の映画自分で作れと。そうだね。それはでも、まっちゃん、すごく、言ってることは、腑に落ちますから、そのままもらいますわ。いや、一瞬、本当に真理やねんそう。けどな。
本当そう、だから自分の通りぐらい自分作れやった話なんだけど、みんな他人に依存しちゃうんだよね。なんで岸田に任せんねんな。だからみんなめんどくさいことは他人に任せるんですよ。それめんどくさいことは一大事やろ。それめんどく、それをめんどくさかったらあかんのちゃう？あ、でもそれす一ら番やり大事なとたころら、へ問題はやり方を分かんないの。ん。問題は、そのやり方がプライドあって人に聞けないの。一大事やろな、ほんまは。だから俺だったら全によく聞いてることしないの、みんな。だから、恥ずかしいけど、こう公開とかで聞けるような関係性を持った方が絶対強いの。だって、まあ、だそうから、一番俺、今までいろんな、まあ、もう見てきたけど、この、自分で自分の面白い映画を作ってるのは、あの人が一番面白いよ。バカボンのパパ。毎回言ってますね。まあ、間違ってあないのな。人の映画は面白いぞ。結局、自分の生き様とか自分のエピソードの人生のは自分で切り開かないといけないけど、みんな依存しちゃうから、こうおかしい話になっちゃうから、それだったら自分で、自分の人生を決めるような道を作ろうって話だよね。一回時間あったらな、まあ大人になってからでもみんなあれやけど、バカボンのパパたまに見てみたらやってる、YouTube なんかあるから。面白いぞ、あんな素直なおっさんおらんど、あれ。いや、やっぱりね、自分にね、要はやりたいことを全力的にやればいいと思いますよ。その方が何事もみんなハッピーな人が回ってきますからなぜか41歳でずっと止まってるけど。ね。そはじめちゃんもずっとあのまんまやけどな。うですね。そりゃサザエさんの、まあ、サザエさんもそうやな、ずっと止まってるもんな、あのまんドま。ラえもんもそうですよ。のび太くん一生あの年代ですと、たまに大人の作品になってますけど。いやー、でも面白いな。あれ、バカボンのパパ41歳。今の時代で言うたらもう60歳ぐらいに見えるもんな、あれ。あねえ、本れ当に。41歳やろ、あれ。ああ、いや、かわいいですよ、本当に。何の話かよくわからなかったけど。もうこれでええか？はい、もちろん。急になんかこう、自分が言い切ったら、あ、これでいいかって言い出しますよね。もう、自分もう話が尽きてきたな。の中で。ああ、そういうことね。じゃあ、また1年、1週間か、1週間のエネルギーチャージしていただいて。なんか、あれやな。じゃあ、ほんで、ちょっとあれやな。過去動画もちょこちょこ増えてんな。だから、新しいお客さんも来始めてるんで、なあ。新しい変わり者のお客さんも増えてんねんな、これ。物好きな人も増えてるっ時代てがこ変わってるってことですよ。時代がね。と。物好きな人がちょっと増えつつあるな。皆さん、物好きの人来ていただいてありがとうございます。あ、いいですね。ほら、僕もほら、あんた交代して、ほら、いろいろと物好きな人に目立ってきたんで、やっぱりそう思うと自然とまっちゃんとかに行くんですよ。だから結あ局、れじゃあ一回な、2年前の動画自分で見てみ。やだよ。だいぶ変わってるぞ、今。分かってるよ。分かってる。こんなに人間変わるんかっていう。だから僕変わったから、あ れじゃあ、これ俺授業料もらわなあかんな、これちょっと一回、ほんま。変わったから俺マネタイズできるようになったんだっつうの。俺これ優秀ちゃうか、ひょっとしてこれ。だから僕、正直ベースで今回このまっちゃんとの対話話してるじゃないですか。これ勝つに正直ベースで話してますからね。この動画見てると得よな、お得よな、これ。お得よな、これ。得なんだけど、でも、知られたくないっていうのは正直あるんだよ。これちょっと、もったいないから。なんかお得やからな、あんまりみんなに見せんようにみせんな、これ。なの目で見てほしくないんですよ、俺も。最近そう思ってきて、お得すぎるから。つけ動画できるだけ見ないでくださいって。そう。最初にね、できるだけ見ないでください。これを見るだけで人生変わりましたから。いや、それは、だから、僕は、さきちゃんに、高校生の娘さん、元の高校生の娘さんに、僕が教えたきっかけで、まっちゃんと繋がったので、あ、これって人間っていうのは、やっぱり子供でも誰でも大事にしないとダメだなと思いますよ。本当に。まあ、でもはっきり言うとけど、この動画見つけた人はラッキーやぞ、これ。ラッキーだね。無この料動で画こ見れつをけ見てれもるね、いとや、そう、待って、まっちゃんありね。えへんぞ、こんなこ時間と。が過ぎちゃってるからあれなんだけど、この動画をね、見つけたとしても、それを見続けるかどうかなんですよ。あ、これいいな、見続けるなってやつが本物に変われるわけだから、それを今日も見てコメントを残している人は、あなたの人生変わります。まあでもあれやな、今度リアルでな、一回みんなでなんかするときやったときにはな、こんだけ頑張って無料であれやで、こんなええお話してんねんから、会ったときに街におにぎり1個だけ握ってきてくれるとかな、1個。梅干し入ったやつ。そうね。昆布でもええわ。指定量ぐらいね、ちょっとだけね、食い物ぐらいよこしてくれたら。おにぎり1個。いいですね。いいですね。たくあん2枚な。例えばいいね。
いやいや、でも本当あにね、る。おかげさまで僕もぐい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 こうね、まっちゃんああ。と能力を得て伸びてますから、また伸びれば再生数も自然と上がりますから、やっぱりそれこそ、あれですね、まっちゃんが言う10年投資ですね。20年投資ですね。こいつには投資した方がいいやつには投資するってのはこういうことなんですよね。人でもね、物でもね、価値でもね。ようがこんな役に立つことよう話してんな、俺もよう頑張ってる。いや、でもまっちゃんわかりやすいなと思いますよ。ほんと勉強になるなと思いますよ。なあ、勉強だな、これ。うん、本当に。俺には感謝しかいっぱい、感謝いっぱいですけまあ、ど。見てる人もそう思ってるんやけどな。はい、今後ともよろしくお願いしますということで。はい、はい、じということゃあ今で、日この辺で終わりで。ましょう。はい。はい、さよなら。さよなら、ということです。